はい、どうもジェットクラブです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。景気づけにね、まず一発ギャグをやりたいなと思ってますんで。なるほど、いきますよ。ピンチピンチ、チャンスチャンス、缶にヒットへ。大ピンチだね。なんだよ、ちょっと明るくなったでしょうね。頑張りましょうね、頑張りましょうね。ライブ NSC ということで。そう、NSP ね。それ吉本だよ。頼みますよ。ちょっとね、僕二十歳のね、いとこがいるんですけど、そのいとこっていうのが最近ね、お笑いライブにハマって、ちょっとね、ライブに見に来たいって言い出しちゃう。いいじゃん、じゃあ今度ライブ NSP に呼んでもらって。いや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 。せーのサバンナシアターDですよ。そんな言い方してんだよ。まずね、そんなとこに二十歳のいとこを連れてこうもんなら、お前にまず抱かれてしまうし。どういうこと？抱くだろ。抱かないから。抱いた後にしかも二人で俺のことをバカにするから、俺は絶対呼びたくない。そんなことしないから。どういうこと？何言ってんの？お前絶対するもん。しないから。絶対するもん。絶対じゃ、まず抱かないし、抱いた後バカにするってどういうこと？いやだから、いやお前はだから、その俺とそのいとこが来たら連絡をやっぱ取り合うようになるでしょ。俺の友達だみたいなことで、でいつか飲みに行こうみたいなこと言うわけですよ。そこまでいいよ、飲みに行こうまでは。ないから。だけどお笑いビギナーである いとこの前で、芸人である言動やなんかそういうのを強く押し出して今日行こうとするじゃんか。どういうこと？芸人である雰囲気とか言動ってどういうこと？だからお前が普段やってるようなことだよ。は？女とこうやって二人で歩いたと、歩いてる時に、俺ちょっと立ち位置ちょっと変えていいかなみたいなこと言うわけですよ。俺だ。こっちだと歩きにくいですかみたいな。いや俺さ、漫才だと普段こっち側でずっと喋ってるから、なんか仕事思い出しちゃって。キッチーじゃないよ。キッチーやってたらな。粒の素人の前で漫才が簡単に染み付いていることをまずアピールするだろ。しないから別に。しないですから。なんだろ、幼稚公園とかわざわざ行くわけですよ。で、路上とかで漫才やってる若手の芸人さんとかを見て言うわけですよ。ああ、やってるやってる。俺にもあったな。あんな時、お前もあんな時だ。何で怒られてんの？何お前上から見て目線になってんの？お前ちょっと言わないから。妄想がすごいな、お前は。居酒屋着いた後もですよ、いとこが目につくところにわざとお前の携帯電話置いとくんだね。で、同期の芸人に何時くらいに電話かけてみたいなこと言っといて、まあまあ電話かかってると、あ、何時入りでとか業界っぽい言葉をいっぱい使うわけですよ。で、いとこは、あ、やっぱすごい芸人さんだってなった時に電話を切って、いや、やっぱ同期から芸人かかってくると芸人のスイッチが入っちゃうよな、今日は。オフなのに、毎日オフじゃねえか。ないよ。いいだろ。何がオフなのに。やってないから。何なのその暴走は。その後二人で飲んでるから結構なんか、ちょっとこの後ホテル行こうよみたいなこと言うだろう。言わないよ。ちょっと待ってください、大志さん。じゃあ一つだけお願い聞いてくれたらいいですよ。え、何？じゃあ今度ライブ来た時に私だけのために一発ギャグやってください。さっきのやつだろ、お前。つなげるんだろ。さっきのやつやっぱそうだろ。怖い怖い、つなげてきた。怖いよ。二人でベッドでイチャつきながら俺のこと言うだろ。言わない。カズさん、今何してると思います？え、うちの相方は多分今ね、女の子といると思うよ。え、女の子？あ、わかった。わかったでしょ？せーの、お母さん。バカにしたな、お前。バカにしたって言ったのに。妄想がすごいよ、お前。俺はお前がそんなことやってる時にな、凍らせた麦茶持って遊び行ってた。知らねえよ。